ギラ殿、カグラギ、これ誰が王にふさわしいか、私に、民にお見せください。ふん、はははははは、俺様が世界を支配する。王外武装、始祖高麗、お疲れ様です。前田です。王様戦隊キングオージャーのですね、誘導2ですね、アクションフィギュアの1番と2番を揃えますとキングクワガタオージャーが完成するんですが、キングオージャーの第18話始まりの王冠にて初登場したこのギラの強化形態ですね。変身の時はクワガタオージャーがこの王者クランをかぶって始祖高麗ということで、このように王冠のエフェクトが降りてきて、その後にですね、こんな感じでクワゴンシュゴットソウルが現れ、その後にですね、金色の、ゴッドクワガタのようなものが現れると。まあちょっと金がないんですけどね。それでこう、変身する過程でですね、まずは、顔だけ、残って、ちょっとこれ首が外れるのでこのように付け替えて、はい、まあ、こんな感じですね。顔だけ、元の姿が最初残ってるんですけど、ここから本当は王冠をかぶってるんですけど、クワガタ王者はですね、穴が開いてなかったのでラクレスの時のように王冠をつけることができませんでしたので、まあ仕方ないですけど、こういう形ではい、編集で再現したという状態でございますね。でキングクワガタオージャーって決めポーズ、あ、この時これつけてないかな。腕をですね、こういう感じで、顔の前に持ってきて、ちょっと顔を隠してですね、足をちょっとこう曲げて、よいしょ、これでキングってやって、で手広げるでしょ。広げて広げて、で頭もちょっと上に向けて、足も開けて、でクワガタオージャーと、こんな感じで、はい、初登場シーンを再現したということだったんですけどね、いかがだったでしょうかね。まあ、ラクレスとその後ですね、決闘シーンに入ってはいくんですけど、ちょっとですね、時間の都合もあってですね、そこまでは再現作れませんでしたが、まあ、キングオークワガタオージャーと同様にですね、このように王者クラウンランスを武装できますし、キングオージャーフィニッシュの時のですね、このシーン。まあ、ラクレスの時もやりましたけど、同様に、はい、このように王冠をくるくる回した後にですね、必殺技を放つと。はい、こういうポーズを、今ちょっと適当ですけどね、取ることができますよ、と。うん、やっぱりよく動くからいいですね。で、兄貴のですね、キングオークワガタオージャーを今横にありますので、持ってくるとこ、さっきのポーズのままですけどね、はい。見た目はですね、まあ似てるような、似てないようなですね、ちゃんとですね、こっちのキングオークワガタオージャーの方は、アーマーにですね、銀色のラインが入っていたりするので、うん、パッと見も全然違いますね。で、アンダースーツの色も、こっちは金色一色ですけど、銀、あ、銀じゃないな、グレーか。こういった色が入ってると。後ろ姿は一緒なのかな？うん、そうですね。ここの色が違うだけですね。まあ、ボディのスーツの色が見えてるという感じで違いがありますので、全然違うデザインというか、スーツ造形ということでしたね。そう、今回僕も再現作るときに改めて見返しましたけど、キングオークワガタ王者かっこいいですよね。もうちょっとだけ、
今ラクレスシュゴッダムをですね、統治しておりますので、まあ再登場はあるんですけど、またこの姿に変身する可能性はなくはないのかな。ただ、ラクレスが変身してしまうとですね、ギラが王冠が手元にない状態なので、まあ、またこの状況でですね、戦うことになるのかな。はい、ということで今回はですね、キングオージャーの食玩ですね、アクションフィギュア誘導2の1番2番キングクワガタオージャーを使って再現をしてみました。いかがだったでしょうか。これ撮影してるのがですね、12月の2日なんですけど、12月はとうとうキングオージャーのおもちゃは何も出ないという状況になりましたね。クリスマス商戦で何か来るかなとか、まあ、今日の収録日の翌日12月3日のンコソパ頂上決戦でですね、キングオージャーが、オージャカリバーの隠しコマンドを使った必殺状態、王外武装、両外一戦でしたっけ、その姿になるので、それ関連のアイテムなんか出るかなとか期待したんですけど、なかったですね。うん。キングオージャーのおもちゃはもう発売しきったのかな。最近はですね、王国奪還編が続いてて、巨大戦が全くありませんけれども、ンコソパを取り返したらいよいよ、宇宙王たちとの戦いに突入していくと思いますので、またゴッドキングオージャーなりですね、出てくるとは思うんですけど、ずーっと最終回じゃないですけど、なんかめちゃくちゃ盛り上がりながらキングオージャー1年続いているので、戦隊にありがちなですね、新しい戦隊がお目見えするとですね、今やってる戦隊が、なんとなくこう尻すぼみ感、最終回に向かってなんとなく盛り下がってる感が、毎年あるんですけどね、今年はそれなさそうですよね。ありがたいですね。まあ最終回まで、最後の最後まで、はい、番組応援しますので、僕としては嬉しいことですけどね。ということで今日は終わりです。お疲れ様でした。前田でした。俺様が世界を支配する。最新話まで全話見るなら再現戦隊マサトシ前田。それもだが東映特撮ファンクラブテラサで。今日の放送をもう一度見るなら再現戦隊マサトシ前田で、もしくはアメバ TVer で。あ、見ていただきたい。動画が面白いと思った君、チャンネル登録コメント、チャンネルメンバーシップの参加待ってるよ。メンバーシップのレベルによっては顔出し生配信も見れるぜ。あら、前田の顔にニーズなんてあるのかしら。ない。あ、超失礼。こんなもんじゃ足りない、なんだってありじゃない、失敗なんてザラザラ、間違っていこうぜ。やいばまい上がった体が生命体が、時代時代壊してさ、高い高い世界へさ、キングオブキング、君が全てを変える王になるキングオブキング、未来が騒ぎたいと待ってる。一切の退路を断つ悲しみを支配する王者。It's alright, it's alright, you're king。 この動画は夢クリエーションバンダイさんのおもちゃと再現戦隊の制作でお送りします。